はいどうもチョスです。青のりです。はい、というわけで今日もスパイダーマンの実況を青のりとともにやっていきたいと思います。拳を上げてる。分からへんから伝わらへんからゲーム画面しか映ってないから俺らのやつ。拳をつけるなスパイダーマン。スパイダーマンこっち見た今。というわけで、前回の続きやっていきましょう。はい、今回は僕青のり操作です。よろしくお願いします。はーい、はーい。さあ次の目的地どこになるんでしょうね。ね、前回最後電話誰だったっけ。最後、うん、どうなってたっけな。最後あれや、あの撮影で1週間空いたんで。そうそう、ちょっと忘れてるんですけど、確かあれですよね、工場みたいなところで敵をぶっ倒して終わったんやったっけ。あ、多分そうそうそう、工事現場、工事現場のとこで。あ、起動させるんすね。おなじみエンパイアステート、ニューヨーク最高。おお、それじゃチーズっと。はい、カメラ、カメラ、L2 でホールドして、どこを撮るんや。何を撮ったんやろ。中心から外れて。何を撮ったらいいか分からんくないこれ。ファインダーが緑になったら R1。 あ、緑になったらってことか。緑になったとこどこやれ。ん、中心、もうちょっと上ってこと。じゃあ、あー来た。 OK。 じゃあこれ、そういうことか。こんな感じで撮るか。あ、それを撮れってことか。ダシャ。はい、チーズ。マップが調整されたはず。おお。ビューグルやめてから写真撮ってなかったな。大好きだったのに。ランドマーク見かけたらガンガン撮ろっと。はい、写真撮ってトークン。はい、これもまたやり込み要素か。多いな。多いわマジで。いいね、頑張ってんねマーベル。ほんまに。で、あ、観光成功と。イエーイ。あ、来た。誰？もしもし、ピーター、マーティーだ。新キャラ。メインのパーティーの支度にもう少しかかりそうだと伝えたくてね。ケーキの配達が渋滞で遅れてるんだよ。わかりました。準備が終わったら僕も向かいます。わかった。また後で。ほう。それじゃ、この目、時間潰すか。街の様子をチェック。お、時間潰しか。はい。メイっていうのは多分メイおばさんかな。ああ、そうなんかな。うん、多分ねえ、女に名前の人なかなか出せへんやろし、確かに物語で。じゃあちょっと解放したりしますか。そやな。どうも。あ、これ久しぶりや。できるかな。1週間ぶりの。はい、はい、慣れたもんですよ。クリアになって。はい、じゃあちょっと近くのタワー。はーい。カットかな、カットかな。なっちゃうかな。お、家主。どうもマギンズさん、家賃の件だったら。パーカー君、これで3回目だ。最後やばいやん。今週末に給料が入ったら、営業終了時間までに全額支払わなければ金曜日に手続きを開始するからな。やばい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 。いや、追い出されるんか。そうやな。リーさん。あ、来た。リーさん。やあピーター、パーティーの準備ができたよ。オッケー、早っ。はい、 1.2 キロの旅です。はい。カットします。僕の時だけ絶対なんか、あの強制的パズルシーンになっちゃうしね。なんか絶対1個。今回どうなるの分からんけど、1個やらされたよ。あ、もうすでにな。うん、決まるからやっとけみたいな感じだけど。時間潰しにやりましょう。うん、そうそう、危ない。シュン。どこに置いたんだっけ。田舎版。はい、着いた。あ、オッケー。どこや、ドア。
アトロフィーゲット。屋上ホッパー。ん？どこ？あ、なんかある。左。あった。あ、カバンここにあるのか。あ、服に着替えるってこと？それはね、あの格好のままやったらね。あんなとこにカバン、しかもチャック開いてたし。雨降ったらどうするの？危ない。来た。リーさんはキッチンで準備をしてるはず。リーさんを探せ。リーさんを。おおおお、なんかすごいな。いや。おじさん。リーさんかな、あれ。お。あのリーさん、遅れてすみません。リーさんだ。時間通りだよ。準備が終わるまで彼女の気をそらしておいて。任せて。おばさん、元気にしてた？ピーター、どうしたの？メイおばさんや。確か思いにも。ダメ、待て。ついに登場。後で手伝う。実はその今日はちょっと話が。どうなの？ん？そのピーター、様子が変よ。お金がいるの？いや、まあ家賃は。いるけど。まあいる。そんなまさか。MJ のことは本当に残念だと思うわ。いい子だしね。だよね、でも。きっと子供も可愛かったはず。ちょっと。ピーター、何なの？話して。おばさんのおかげで僕は大学を卒業できたと。見返りも求めず、おばさんは必死に働いてきた。みんながおばさんみたいだったって。その通り。5年前、君はやってきた。早かった。私に感銘を受けたと言ってね。君のおかげでここまで来られた。今までありがとう、メイ。そしてこれからもよろしく。イエーイ。ピーターの時間稼ぎすごい、なんか下手くそだったな。雑やったな。だいぶ雑やったで。今日はありがとうございました。大したことはしてないよ。いつも言われるんです。一人を救えばみんなが救われる。彼女に市長を説教してもらうといいかもな。あ、行かないと。あのパーティーありがとうございました。本当に感謝してます。ユリからの留守電だ。外で聞こう。すごいメタ発言やけど、なんかあのリーさんの声聞いたことない。なんかリーさんの声なんか有名じゃない？なんかマジで分からへんかった。分かるけど、なんか聞き覚えあんなぐらいの。マジか。僕が知ってるだけかもしれんけど。あ、もう背景夜やで。お前夜になってんかな、これ。もしかして。おお、夜になってる。ちゃんと夜景とか綺麗なんちゃうんけ。いや、彼やん、言い方。ちゃうんけん。あ、ユリ渡辺や。こっそりね、大事にはしたくないから。フィスクの私物セールか。面白そう。キングピンの体験しちゃおっと。また遠いし。ね、2キロって。まあね、今おった場所がね、ちょっとね、支援施設みたいなとこやからね。あ、フィスクもそんなところに自分のところから渡せへんと。あ、悲しい。三山さん、ごめんね。親もベンおじさんも亡くなったけど、おばさんがいてくれたからこそ僕はここまで来られたんだ。私もあなたがいてくれてよかっ
んて言えばいいか。ああ、悪いけど、リーさんを手伝ってあげなきゃ。切るわね。それじゃ、ピーター。愛してるわ。僕も。メイおばさん、めっちゃ一緒や。いい人すぎる。うん。あの、メイおばさん、めっちゃおばあちゃんやん。うん。あの、新しいホームカミングで、うん、あの映画で、メイおばさん、めっちゃ綺麗やで。そうなん。めっちゃ綺麗。マジか。うん。もう右下に貼ってほしいぐらいやろ。今までのおばさんと違う。ほんまに。画像出すかじゃあちょっと。噂によると、なんやアイアンマンの元カノみたいな、あのアイアンマン違うその俳優さんロバート・ダウニー・ジュニアの元カノらしいね。あ、そうなの。なんか噂によると。あ、噂な。ほんまに。ほんまか分からへんけど。分からへん。ちゃんと調べてないから分からんけど。マジか。おお。で映画の中で、あのトニーが帰った後、アイアンマンが帰った後に、私あの人あんま好きじゃないのよね。めっちゃおもろかった。ひでえ。おおおお。ローズさん、何者だ？それな？デーモン。まずいな。バレたら彼女が危険だ。こっそり倒さないと。お、こっそり倒す系な。警報は本物だったよ。仮面の男たちと人質一人、強盗事件ってとこだね。了解。部隊をそっちに送る。それまで事態が悪化しないように頼むわよ。やってみる。おお、怖っ。気づかれたらまずい。あ、それか。撃つとしたら。ハングフィニッシュとは近く。あ、そして真下に来たってことな。あ、いいんちゃん今上がんのかな。おー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 おお、赤いから上がんのかなと思った。気持ちよさそう。そうか。L2R2 かな。もう一回。こいつらまさかキングピンの名前を奪うつもり。週末くらいゆっくり休ませてよ。スパイダーも来るな。あ、おるね。おっとおった。はい。あ、出た。はい。自撮りやれるやつ。やれるやつ。で降りる、降りる、降りていいんかこれ、怖いな。降りるぞ。降りるしかないでな。いいか、降りるか。ないけど。あ、おる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 。あれ多分出るんちゃうかな。あ、出た、四角。めっちゃ近づいてもた。はい。バレそうやけどな、なんか。で誰か来る。誰か来る。危ない。あ、おるわ。他に人がいるの。本当よ。きっとあの子がバイルを。え？撃ったんちゃう今。知らないわよ。急がないと怪我人が出る前にね。その先なんかないん？右曲がられへんの？あ、そこか。え、ここ降りたらでも危ない。え、バレるくない ?R3 で。あかんな。赤はあかんのちゃん。うん。ね。続ける。あ、おびき寄せるやつな。これかな。お。狙う。で。いや、バレるバレる。さすがにバレそうやけど。安全やって。え、いけんちゃん。いや、はい。
いいね。ごわ。あれなんだろう。調べる。カメラ。もしかして動くな。おっと。動くなって言われるたび守ってたら。いた。ピーター。ジェイ。わあ。ジェイ。出てきた。そっちと同じ仕事よ。というかだった。あ、そういえばこれ君のだろ。うん、ありがとう。で、ロビーに不法侵入の記事書けって言われた。まあ、ロビーはここにいること知らないし、ちょっと前までは不法侵入じゃなかった。え？つまりね、